俺何食えばいいのじゃあ仮にさ人外だったらゲロ味いいよゲロ味イボスだったらねで食うようんえマジでそういうことそう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 まきゃいいってことでしょ、うん、でやっぱもううるせえんだみんな普段から甘せてるからうまいでしょそりゃそれいやもう全部ネタで走っとるからあまり言わない技術で言ってないんだよはいそれでは技術で売ってないよそれでは行きたいと思いま す, お願 い, しますいいですかお願いしますお願いしますお願いやめてカラー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 お願いカラーお願い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 よかったあやべえもんやめろ俺ねガチで噛み切るしかやんないからオッケー分かった分かったちょっとガチで殲滅しようガチですうん全部こす直せ直せー直せ直せ右はまだああちょっと気になるなナイスあいいなボタンナイスボタンナイスいやなんかじゃあまず僕食ってから指定しますねじゃあ僕食ってからなるほどね白いな白いな食ってしよう俺も大丈夫真っ白やん白いな黒川黒村の名前黒やのに真っ白やんお前うんま結構黒って思う人いるってことですか黒川黒村そうじゃないちょっとなんか中野内さんが動き怪しいなと思ってあ、それはねそれは俺怪しいマジでちょっと自分もいいっすかなんか試合始まった瞬間にノッチさんと一緒にアーカイブで湧いたんですけど、うん、大ファン聞こえてるような気がしたんですよ、うぃよかった大ファンしたように聞こえたなよかったー次代は GG 大ファンじゃいやいやわかんないそれはっちゃんマジで何それあそれ作り話なのいやでもでも別に中野さん聞いてください中野さん聞いてください中野さんがもし村人の仲間だったら美味しいのを食べて大丈夫だっちゃう全然人間しか食べちゃいけないんだけどでここで証明をしてくれれば大丈夫じゃあ食べるよ辛いことじゃないうん大丈夫大丈夫本当か微妙だな全然いける微妙だ今なんかインポスターあお疲れ様でーす貨物に分けばルドですなんかね貨物に分けば中野さんに会える気がしたんですよねなんでまあインポスター心理でこういう時って貨物に湧いて遠くに湧いた人を殺そうっていうのがインポスター心理だと思うんですよねあそういう考察なんですか、ええ、メルク君とちょっとあの一緒に湧いてさ話してたんだけどなんかさっき俺の気のせいかなと思ったんだけどゼルク君も聞こえててあのペットボトルを開けてる音がしたんだよ、うんうん、おであのタイミングで食ってたのってのちさんだからさあ俺あ俺なんだはいはいまあ、一応な、まあ、浮いてるし食えばいいどうぞあ、まあ、どうぞうわどさっきの違う味でお願いします一応さっきの違う味違う味がいい違う味さっきの違う味がいいですあ、わかりましたじゃあこれでいこうかなはいいただきますまあ言うてし来るでしょはいどうぞ、うん、これまあどうぞうんおぉ、うん、おぉすごいはいあれ OK ですなんか微妙なんだよななんか OK ですどう美味しいいや、うんうん、俺でも味の感想的なの聞きたいですいやうまい結構風味癖あるわやっぱでも矛盾じゃないうまいでもメイン通った時にあしゅ宿舎でゼルクさん長野地さんとはいて、うん、その後なミサトランちゃんともすれ違ってで下行ってなんかみんなが下行ったか下行ったんだけどそういえば電気直そうと思って上行ったらなくて初号機がなくてそれでメイン通って上行ったら直ったって感じですね、うん、まあ怪しいなまあ怪しいから中野地さんに食べてもらいたいですあ、俺なんだ俺になるんだねどこが怪しいのそうなんだ怪しいところあるまあいいよ、全然食べれるけどズズさんさ、味の指定とかないのインポスターだったらこの味食ってほしいとかあ、そうそうそうインポスターだったら別に何でもいいですよゲロはゲロ
インポスターだったらゲロ。まあでもインポスターだったらゲロ食って、うん、まあクルーだったらね普通に食えばいいからね美味しいの、うん、そう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 、クルーだったら普通に、うん、大丈夫大丈夫、そう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 、どうぞ。え、じゃあいいっすか。どうぞ、はい、はい、いただきます。はい、あれ、うん、あれあれ喋った。あ、うんうん、いけるいける。お、今ちょっと、でもゲロ食ったら、うん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 、ゲーゲーつっ、全然ゾンゾン、全然ゾン、もう、やばいやばい、マジで二神でもうおえつやばい、二神で。いや、もうさ、もう次いや、危なかった、危なかった、ちょっとやばいね、これ食べてる、あんな大丈夫なんだな。いや、わかんない、食べてる。そうそうそう、もしゲロ味だったら、俺俺とズルさんはゲロ味食ってるから、食べてないけど、食べてない人いる、うん、食べてない人、今、マタカリさん食ってないよね、とりあえずね。まあ、食べてない、俺だって何も疑われてないし、マシャカリさんは白いチタクラどう思う。まあでも一応マシャカリさんもなんか次のボタンぐらいで食ってもらったわ、まあ、ルールをぶち壊すことになるけど、マシャカリさん食べてもらえる。あり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 、それはやってほしい。ちょっと気になるから、ちょっと気になっちゃったから、ちょっと気になるからね。まあ確かに、あの立ち回り的には白いけど、味照明でまだ何もやってないもんね。そう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 、かなり白いから、ここ、うん、まあまあそうだ、じゃあズズも食えなら食べると。あ、いいよ、俺食う、いいよ、全然食う。いや、俺じゃあ何食えばいい。インポスターだったら、仮まあインポスターじゃないけど、鼻クソ味とか食っておいてくれた。鼻クソ味食えばいい。ああ、鼻クソ味ね。いいよ、クルだったら大丈夫よ。うん、ちょっと食べるね。じゃあ、うん、じゃあ行くよ。うん、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 なんか前歯で頑張って食ってない。大丈夫？前歯でなんか、いや、うん、うん、うん、噛み締めてないよね。うん、あ、う、あ、ん、まあまあ、そんな感じね。うん、ああ、誰これ、マジでわかんない。いや、難しい。いや、もう百味ビンガス。よし。え、アモンガスやらせ。待って、そんなに死んでいたって。一緒に食おうぜ。おお。え、じゃあ、じゃあいいよ。じゃあまずサンジさんから食ってね。いいよ。ありがとうございます。行くよ。まあサンジは白っぽいよな、でもな。サンジさんに攻撃。うん。だって報告してるのって白いよな。え、俺何食えばいいの。じゃあ仮にさ、人外だ。ゲロは。ゲロは。いいよ、ゲロ味だったらね。じゃ、食うよ。うん、ええ、マジで。あ、じゃ無理だ、じゃ無理だ、よかった、失敗しなかったな。お前失敗しなかったな。じゃあ、これは、ね、じゃあ機械に入っただけ。ごめんごめん、違う、大丈夫大丈夫、全然。え、これ1回、1回じゃなくて2回ね。これ食べます。いや、もう、いや、もう、俺もみんな食うんで、みんな食うんで。痛み分けね、痛み分け。インポスターはミミズ、ね、痛み分け、インポスターはミミズで、インポスター以外は普通のやつ食う。はい、いただきます。せーの。はい、うん、美味しいけど、美味しくはねえけど、美味しい、うん、はい、俺この味好きだろ。え、味オンチいる。
マジマジマジ。よし、よし、よし。もすごい。まあでもわかんないからちょっとのちさんにちょっとゲロ二つ振ってほしいな。多分視聴者さんは笑えないと思います。